皆さん毎度です、マッドです。ようやくですね、クソ暑い夏もですね終わりを迎えましたんで、そろそろ入れ替わってるんじゃないかということでですね、本日はいつもの RBS さんの方にですねお邪魔してですね、中古艇とかその他ネタをですねいろいろいただこうと思って、行ってまいりました。見ての通りですね、天気は快晴ということでですね、なんて言いましょうか、中古艇とかを見るには一番いい天候だったかなと思っております。はい、到着しましたね。本当にこの日は暑かったです。RBS の高橋社長が出迎えていただきまして本当ありがとうございます。では紹介いってみましょう。こんにちは。皆さん毎度です、マッドです。またRBS さんの方にですねやってきまして、今の中古艇の在庫ですね、今伺ったらですねホームページにも載せていないものもあるということですので、それも特別に許可をいただきましたので、ちょっとバッて探っていこうと思いますので、お楽しみにください。それでは行ってみましょう。はい、まず一発目はこちら。以前紹介しましたチャンピオン187ですね、まだあります。ぜひですねチャンピオン好きの方は、お問い合わせいただければと思います。また過去動画を見ていただければと思うんですけども、かなり綺麗です。非常に程度はいいです。ヤマハのエンジンでもありますし、ということでですねぜひですねヤマハじゃではチャンピオンに乗ってみたいという方はですねお問い合わせお待ちしております。チャンピオン187です。次にフェニックスボートですね。フェニックスの、921エリート2マーキュリーのプロ XS300、こちらは試乗艇ですね。なのでほぼ新品です。こちらも販売中です。全然問題なしです。こうやって締めていきます。いや綺麗やな、今はもうちゃんとしてあるわ。昔はここでこうガチャガチャガチャってやったのにね。はい、フェニックス921エリート2ね、全然問題なし。はい、こちら私が以前紹介した R83VS、2002年型ですねになってます。こちらはですねまだ整備が済んでいないそうです。というかフェンダーを塗ってないかなんかってことなんでね、もしご興味ある方はお問い合わせください。全然相談には乗っていただきますんで、船の詳細はですね私の過去動画を見ていただくことと私の船のパフォーマンスを見てもらえればわかるかと思います。私の中では古き良き、最後のレンジャーと、思っております。お問い合わせ待ってます。はい、こちらはですね以前紹介しました275プロ XL です。まだあります。アルミボートからステップアップとか、初めての一点ということであれば全然いいんじゃないかと思いますので、またねお手合わせいただければと思います。赤い水星ですね。よいしょ。ストラトス 275XL ですね、まだあります。こちらはですね、確か RBS さんの YouTube でも試乗されたトライトン 21HP エリート、この船はですねまあもう全く問題ないかと思います。表現はちょっと単純で申し訳ないですけど、いやもう全然大丈夫ですね。カーペットも全然大丈夫です。まあトライトンに関してなんですけども、乗ってる方に聞いても全然大丈夫ですんで、いい船です以上って感じです。
R ベンツですよね。トライトン by R ベンツ。エンジンはオプティマックスの250。で、燃費の検証でもありましたように、ツーストの250だから、燃費が鬼のように悪いというわけではありませんので、そこはあの注意してください。フォーストが絶対いいというわけではないです。こちらもトライトンの 20X3 プロエリート。お、綺麗ですね。パワーポール付き。全然いいですね。まあ、もう全然大丈夫でしょう。はい、トライトン 20X3 です。これあれか、俺が見たやつか。これはまだ売れてません。スキータ SX です。176です。まだ売れてません。いい船なのね、マーキュリー積んで。はい、あのこちらはですね、あのすぐ売れてしまうんじゃないかと思います。Z519 レンジャー、すでにですね、あのレビューが出てます。 Z519 エンジンはヤマハの250ですね。モデルレンジャーだと全然大丈夫です。シートも全然、いやもう全然大丈夫でしょう。こんなんなってんや。もう問い合わせも入ってるらしいです。欲しい方はお早めに。はい、これも入ってきたばかりです。これもですね、売れるんじゃないですか。レンジャー Z119C、 なんと2005年式です。全然綺麗。ペーコーかな。 Z119C ですね。またこれはあの乗るかと思うんですけども、この船っていうのはあの私の R81 の後に188っていうのが出てですね、その後の Z シリーズの、セカンドライン的にできたやつです。 Z119 って19フィートも。これは全然いいんじゃないですか。扱いやすくて僕が一番好きなタイプですからね。エンジンも確かヤマハかな、のつかえた感じかな。いいですね。おお、はい、こちらもやってきました。レンジャーコマンチですね。RBS さんもまだですね見ていないそうです。ということでちょっと見てみます。私が初めてかもしれません。中もまだ開けてないということなので、まだ全然売り物になってないです。これから仕上げていくそうです。あー、 SVS や DVS や。これは 519DVS や。これはなんと、レンジャー 519DVS、おそらく1999年型か2000年型かですね。
98年。はあ。これはね、下野プロも乗ってましたよね。519DVS。このね、後ろのストレージが広いんですよね。だいたい20フィートクラス、19フィート8だったかな、なんかそういう大きさだと思います。いやーいやーいやー、これは結構レアですよ。これレアですね。こちらはトライトンですね。トライトンいいな。お、TR21、まあ、全然大丈夫でしょう。 TR21 の X シリーズ、2004年です。全然綺麗。あれ、これカーペット張り替えてるな。これ、お、これはポイント1じゃないですかね。これがね、トライトンらしい。トライトンは当時このウッドのパネルっていうのがその売りだったんですよね。で、1990年代にこの TR シリーズっていう TR186 とか、19とか出て、TR219 とかになって、2004年か2003年ぐらいに X シリーズっていうのができたんですよ。これの初期型ってことですね。これはこれカーペット張り替えてますよ、これね。あ、これ張り替えたばかりですね、これは。いやー、素晴らしい。あ、これは大丈夫でしょう。うん、いいじゃないですか。おお、綺麗や、これは。いいじゃないですか。トライトンはあの全然あの問題ないかと思います。初めて乗る方とか、ちょっと遊びで乗りたい、またあの大会に出たいという方でも全員大丈夫かと思います。 TR21X。 やってきました。全国20万人のギャンブラーファンの皆さん、お待たせしました。ギャンブラーインティミディーターです。1997年式だそうです。これはちゃうか、ちょっとあの某メガバスの社長さんの色に似てる感じですけど、赤いラインが入ってますね。このあのエレキは真ん中の方です。97年なので、真ん中になったタイプの初期型です。感じですね。今絶賛レストア中で、シートがまだついてません。いや、しかし私が見た時はもっとボロボロだったのに、かなり綺麗になってますね。エンジンは225、いいですね。いいですね。いや、27年前とは思いませんね。もうギャンブラーは現存している個体が少なくなってきてますんでね。で、このね、アルミパネルっていうか、このメタルのパネルがいいですよね。
これあのアンテナをここに入れるとなんというセンス、素晴らしい。やっぱそのエンジンはこうキーでかけたいですよね。これあのトリム系です。むっちゃおしゃれですね。ボブス、素晴らしい。これですよね、これ。ジャンブラファンの皆さんはここですよね、ここですよね、ここですよね、ここ。これですよね。これがね、あの空気を使うんですよ、空気。で、こう船を浮き上がらせると。素晴らしい。カーペットはこれ綺麗やな。まだあの整備中ですので、あの値段は決まっていないと思います。ただあの、ね、早くツバをつけておきたいという方はぜひお問い合わせお待ちしてます。はい、こちらあの2008年型、TR の20の X のHP モデルです。ハイパフォーマンスモデルですね。先ほどあの見ていただきましたが、あの2004年はあの木なんですよ。ウッドパネルなんですけども、これは、変わってますよね。なので2005、6あたりかな、あのちょっとウッド調っていうのをやめていってということがこの特徴ですね。その頃にちょうどあのトライトンはブランズイックグループに売却されたと思いますので、これはブランズイックグループ5の、モデルですね。2004だったかな、ブランズイックに買われたのは。ただのアールベンツさんはそのまま社長さんでした。この頃からあのシートが前後にっていうのがあのバスボート界にも常識になってきましたね。でこの時はまだこの状態ですけども、この2008年以降ですね、2010年以降とかにこのコンソールが大型化していきます。大型化していくに伴って座席も大型化していって、座席が上がる形になってというあのモデル その特徴がバスボート界に出てきます。この方は結構これは乗り倒してた感じがしますね。ディスタル、私ね、あのこのシール持ってたんですよね。あのチームトライトンボーツっていうのをね持ってたんですけどね、確か家の玄関に貼っててどっか行ったのかな。ウルトレックスガーミンライブスコープ付きですね。ライブスコープを使って楽しんでおられるというね。白赤パワーポール付き、エンジンはヤマハですね。やってきましたストラトスです。 285XL、 これは2008年型、全然綺麗じゃないですか。全然綺麗綺麗。あ、これ RBS さんでずっと整備されてた船ですね。ウルトレックス285。シートも綺麗です。丁寧に扱われたんじゃないですか。ほら。全然大丈夫でしょ、これ。お、
全然大丈夫。全然切るじゃないですか、これ。ちょっと傷ありますね。ジャック付き。いいじゃないですか。またいつかちょっと取り出して、ね、今日は一旦在庫で2008285XL。 なんかこれストラトスって感じの色っすね、これね。2010年 TR22 ですね。22だとウッドが出てくるんですね。オプションなのかな、ウッドは。ちょっとあのクラックが入ってますね。ただこれはクリアのクラックな感じがします。これも全然これはマジもんや。ローランス前2枚後ろ2枚の4枚。TR22 エンジンはヤマハの SHO250 なんで、まあ全然大丈夫でしょう。2010年型トライト TR22、ね、大変だぜ。はい、ということでですね、現在の RBS さんの中古艇の在庫の方の紹介を、終わります。いろいろありましてですね、まあ、ちょっと紹介が長くなってしまって申し訳ありません。またですね、気になったボートがありましたら、ぜひRBS さんの方にお問い合わせいただいてですね、見に行っていただいてもいいんじゃないでしょうか。で、何度も申してますが、バスボートは、壊れます。残念ながら壊れる乗り物ではありますので、私はこちらの RBS さんのようなですね、修理に強いボート屋さんというか、こういうショップでですね、買われるのがいいんじゃないでしょうか。またですね、私のこの YouTube チャンネルをですね、出していただいて、訪問いただいて全然結構ですので、なんか動画で見たとか、YouTube チャンネルでよく見たんでとかいうことでも全然結構ですので、またお気軽に相談していただければと思います。またですね、関連の動画とかは概要欄に入れておきますので、そちらもですね、合わせてご覧いただければと思います。それではまた皆さん、フィールドでお会いしましょう。 See ya!